失礼だしありえない水だうコロナ対策いじる企画に批判続出番組の放送中止求めるハッシュタグまで8月28日放送のバラエティ番組水曜日のダウンタウン TBSK でコロナ対策をネタにしたドッキリ企画が物議を醸している問題視されているのはコロナ対策未だに現役バリバリの現場があっても従わざるを得ない説と題する企画サバンナの高橋茂を48がプレゼンターとして登場し 全く制限もなく収録しているこの光景を当たり前だと思っておられませんかと投げかけた。新型コロナの感染拡大がピークだった時期には、マスク着用やソーシャルディスタンスの確保、アクリル板の使用など感染症対策が徹底されていたテレビ会。だが昨年5月に新型コロナが5類感染症に移行してからは、行動制限が緩和されることに。高橋は、今、あの頃の制限をもっかい持ってきたら、芸人は果たして突っ込むのかどうか。 企画の趣旨を説明。そして感染症対策を徹底していた時期について、現役バリバリのコロナ、と称していた。味覚障害疑惑で PCR 検査、フェイスシールド、異形のマスク、と形容まずはじめに紹介された VTR では、モグライダーともしげ42、とスピードワゴン糸田順51がドッキリのターゲットとして登場。ともしげはニセのグルメロケに参加し、ピーク時クラスの感染対策が取られることに。 スタッフ全員がマスクとフェイスシールドを着用し、ともしげは驚いた表情を浮かべつつも、検温と消毒を済ませていた。その後、仕掛け人として登場した山下真治72と食レポを開始。だが、ともしげがソースの隠し味に気づけなかったため、スタッフから味がわからないということは味覚障害ってことになってきますので、と指摘され、PCR 検査を受けることに。後日、マネージャーから陰性だったと結果を告げられるも。 山下が陽性であったため濃厚接触者として一週間ホテルで隔離生活するよう促されたのだった。一方の井戸田もフェイスシールドを着用し、店のグルメロケに参加。その際、ナレーションやテロップで異形のマスクと紹介され、スタジオからは笑い声と共に、あったな、これも違和感あったな、と懐かしむ声が上がった。ロケでは共に食レポを担当する渋谷なぎさ28と合流するやいなや。 早速ソーシャルディスタンスが確保され、二人の間にはアクリル板が設置された。井戸田がハンバーグ、湯と持ちネタを叫ぶとストップがかかり、飛沫防止のため声量を下げるよう求められたのだった。スタジオで VTR を見ていた朝日奈を30は、当時も、ね、え、ここまでしないといけないのかなって違和感の中やってたから、とコメント。ヒコロヒー、34も、すごい時代を乗り越えましたね、と感慨深げに語っていた。そして次に紹介された VTR では、 チャンス大城49とコンピューター宇宙ハッシーハッピー29がやりすぎコロナ対策ドッキリのターゲットにコロナ感染者が一人もいないという閉鎖された村を舞台に店のグルメロケに臨んだ二人村役場の消毒ところに着くと手洗いと鼻うがいを実施しさらに紙パンツ一枚の姿で消毒プールに浸かることにさらに村ではヨーロッパでペスト対策に使用されていたという長いくちばしの形をしたマスクを独自に改良 二人はそのマスクを着用したまま食レポに臨んだが食べにくそうにしていた。その後も業務試験査や店の儀式で無病息災ウイルス退散と唱えるよう求められたのだった。